はい、こんにちは、つぐきです。今回の話はですね、あの検察庁のなんか法改正案っていうのがなんか政府がなんかやろうとしてるみたいでですね、まあ、なんですけれど、まあ、ツイッターでですね、なんかハッシュタグをつけてですね、なんか検察庁法改正案に抗議しますとね、こういうふうにツイートしてやっている方々がいるんですね。まあ芸能人の方々とか、まあ、他の野党の議員さんがこういうふうにハッシュタグをつけてツイートしている方々がいるんですけど、まあ、ちなみに僕は、まあ、抗議するつもりはないんですけどねはい、まあ、なんですけど、まあこれはなんか検察官のなんか定年をなんか65歳になんか引き上げるっていう改正案みたいなんですね。まあなんかこれ検事長以下の、まあ、検察官のなんか定年はどうやら63歳までみたいなんですね。はい、まあそれで東京高等検察庁っていうところがあって、まあこのその検事長がなんか黒川博文さんっていう方がいるんですけど、まあこの方がまあ63歳になるので、まあこれまあこの黒川さんがまあ定年になるっていうことになるみたいでですね、だからまあそれでなんか政府はなんかあの65歳に引き上げる、まあそんなみたいな感じですけど、はい、まあもしこれ改正案が、まあのまあ、やってですね、あの、まあ、警察官の定年をまあ65歳にまあ引き上げたら、まあ、この黒川博文さんは、まあ、定年しなくて済むみたいな感じになるんですよね。まあ2年後ぐらいなんですけどね、まあ2年後ぐらいにまあ黒川博文さんは65歳になるので、まあ、2年後、まあ、定年になるっていうことになるんですね。はい、まあ、ちなみに今の刑事総長という、まあ、方もいるみたいで、まあ、この方はまあもう63歳過ぎてるのかもちょっと分かんないんですけど、稲田信夫さんという方がいるんですけれど、まあそんな方がいるみたいでですね、まあ、この刑事 総長は多分63歳過ぎてもあれなんですかね、ちょっとよく分かんないんですけど、ね、すみませんちょっとはい、ちょっとこういうのあんまり分からなくて申し訳ないんですけれど、まあそういうことなんですね。まあ検事長以下の、まあ、検察官の定年は、まあ、63歳までらしいですね。まあそれであの政府は、まあ、これ検察庁の法改正案をやって、まあ、あの全ての検察官の定年を65歳に引き上げようっていう、まあ、それだけみたいなんですね。はい、まあそれでなんか三権分立がって言って批判している方もまあ、いるようですけどね、はい、まあこれ検察ってどうやら行政なんですね。検察官というか検察自体なんか検察庁かな、なんか行政機関みたいなんですよ。行政司法ではないみたいですよ。はい、どうやらこれ初めて聞きました。僕てっきり司法かと思ってたんですけどね、そういうことなんですね。まあちなみに僕はまあ別にこれありかなと思ってますけどねはい、まあ抗議しませんけどね、別に勝手にやればいいんじゃないですか、抗議したい人は勝手にね。はい、まあツイッターでまあしてる、なんか抗議しますとねつけてツイートしてますしてる方いますけど、これをなんか分かってやってるのかが疑問ですよねはい、まあそういうことでこういう話、こういうことみたいですよ。はいはい、まあてなわけで、まあ、今回はね、まあ、こういうお話でした。まあ、久しぶりにやったんですけどね。では、まあ、これで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。